時はよし、イギリス特使クリップスがインド海中に教本の最中、目指すはセイロン島コロンボ、ペナンシンガポールを失い、アンダマン諸島モロクも我が海軍部隊の手に帰して、今はインド防衛、すなわちイギリス防衛の第一線となったセイロン島へ。インド洋完全制圧の希望も高く、一機また一機、母艦を離れて飛び立っていく。コロンボ上空に達するや、我が一大編隊の群れは慌てて応戦の敵機57機をたちまちにして撃墜したのを手始めに、軍事施設武装商船を徹底的に爆砕、大戦果を挙げました。